なんかこっちのような気がしなかった。こっちでしたっけ。うん、じゃあこっちから行きますか。行きましょうか。足音聞こえるの？僕と違う。え？僕らと違う足音が聞こえない？後ろからですね。うん。ね、今ね、二人がね、本当に後ろがね、気になって。後ろがめっちゃ怖いんですよ。そんなに見ない方がいいんじゃない？ちょっとやめてくださいよ。また取り憑かれるようなことがあったら。それはないな。ないあれ、これ道合ってる？ここで。だから僕こんなとこ来た記憶がない。もうまあでも一周あるか。あれ、あ、記憶あるな。あれ、ないな。どっちやってもこっちじゃない。こっち広いんで。なんか 俺たちすごい適当だね。はい、いや、あんまり適当がいいかもしれないかもね。うん、風が一気になくなりました。はい、ビチャッとなくなったよね。はい、やべえ。はい、来た、来た、空気が、はい、変わったね、今風が一気に。なんかこんな聞いた俺撮ったっけ。なんかそんな倒れてなかったような気もするよな。するんですよ。俺たち絶対道間違ってるよね。登山用ですか。いや、でも登山用はないと。嘘、なんかこんなとこ撮った記憶もないもん。匂いがさっき変な匂いしたよね。はい、さあ皆さん、これが大島の夜です。はい、こんなに暗いんですよね。そうですね、暗いな。ちょっと違うような気がしない？違う気がしてきたよね。はい、俺たちどっかに誘われとるよね。違くない？なんならもう海ですよ。だよね、はい、早くね。でもここ海っす。あれ違うぞ、これ海です。あれ、これ下行くとどこ行くの？崖です。嘘。はい、こっちか。じゃあこっち行きますか。行こうか。早速呼ばれてます。早速僕らもう道を迷っております。早速呼ばれてます。呼ばれてます。あれ、これ帰り通った道じゃない？帰り通ります。いや、わかんない。え、あれ、これさっき帰り通った道じゃない？帰り通ったんなら合ってます。帰りに通った道なら。これさっきのとこに当たるぞ。どこです？さっきのそっち行った道の。え、あれ、今なんか走った。走った。黒い影が。え、うん、俺たち完全に道間違え、迷ってる？帰れる？でも、たどり着くんじゃないですか？こんな落ち葉って広い。え？え？あれ？木あった。あれ？
今ブーンって言わなかった。なんか変な音するぞ、こっちで。なんかしてる音が。ほら、さっき来たとこやぞ、これ。これ。どうしたの？これ、こっち行ったもん。こっち行ってどこ行くの？で、ぐるっと回って、こっち来た。え？じゃなくね？ほら、帰りこの道あったもん。帰り通りましたね。だろう。はい。だやっぱ向こうだね。ほん。だいぶ川の土手の下に来たで。俺たちもお前道迷ってる。こっち行こうかや、さっきんだっか。こっちですか。こっちだったよね、来たの。今来たところこっち。ね、こっち行こう。はい、なんかここ通った記憶がある。通りました。多分きっとまあまあ、たどり着くでしょう。明るくなったら帰れるだろう、はい、電波は通るんだ。通ってるかな。通ってるんじゃないですか。うちら一番恐怖なのはそれなんや。携帯の電波があるかないか。電波通ってそうですか。あ、やっぱ気になる。ここなんやろな。ほら、ブーンっていう声が聞こえへん。なんか言ってるぞ。誰もいねえよ、うちま、怖いな。いや、皆さん、本当にね。普通こんなもんなんだ。普通こんなもんかな。疲れるな。疲れますね。また戻ってきちゃったよ。はい、こっちですもん。ねえ、今度下降りてみようよ、一回。滑るなよ、なんかツルツル。おじさんの頭と一緒、ツルツル。さあ、こうやって登ってきた記憶もなく、数時間前に来たばっかなのに。こんなあったっけ。これ絶対違いますよ。違うよな、はい、大丈夫。そう、俺ね、横に引っ張られてるのよ今。僕押されてます。あれ、こんなんなかったぞ。いや、これ絶対違いますよ。違うよな、はい、俺たち川に呼ば、あ、海に呼ばれとる。あれ、こんなん知らんぞ俺。あれ、道あるのこれ。道ねえべ。いや、絶対違いますよ。絶対違うよな。絶対違いますよ。絶対呼ばれてます。呼ばれとるなこれ。邪魔ですって。ちょっと待った。ちょっとヤバくない俺ら。え、ちょっと待ってね。はい。リュウちゃん先行ってみ。はい。でもリュウちゃんの、はい、うん、リュウくんの後ろには何もいないな。僕もここら辺痛いんですけど。痛いだろうな。気のせいですかね。気のせいじゃないと思う。なんかされてますよ俺たち。はい、うん、一生懸命、はい、後ろに引っ張られてる。やっぱりね、うん、すげえ引っ張られてる。どうしよう。え、こっち行こうか。またこっち行きます。もうちょっと高台におったよね俺ら。はい、なあ。
もね、敵マシマシのさ、うん、僕も今引っ張られたんで、後ろ。ですよね。うん。後ろに行きましたね。うん。服がもう引っ張られた感じです。僕がね、ベルトの、はい、ループを引っ張られた、今。え？僕、左肩です。マジ？はい。何かいるの間違えね。間違えない。うん。マジやべえぞ、これ。今、本当に今すげえ実感してるもん、今感じ。なんか後ろを振り向きたくないっていう気分。まあ、ミーンって言ったね。はい、聞こえます。なんか言ってます。なんか言ってるよね。いいな、こういう共有ができるやつがあるな。言ってる。言ってるよな。言ってる、言ってる。やばい。言ってるよな、絶対。あれ袋だよね。あれは違うと思ってる。ちょっと待って、どういうことだよ。これ来てるもんね、朝。はい、帰り道通ってます。さっきから、はい、動物系の鳴き声じゃないですか、聞こえてるよね。人が来た。人来ます。山の上から。もしかしてあれですか。助けて。嘘やろ。俺助けないよ。こっちが。嘘。こっち。こっちだった？はい。なんかこっちっぽくなの。え？呼ばれてます。やっぱし声聞こえない？声が聞こえてます。なあ。上からも聞こえてますね。なあ。はい、雨強くなってきたね。はい、カメラカバーしてるのかんか。そろそろ。ほら。また今引っ張られた、俺。いや、足何やろう、今足が引っかかった。何もないのに年かなこれ俺たち今まずい状況におる。え、わかんないですよ、僕は。え僕はわかんないですよ。なんで？え、だってこんなにたくさんおるとわからないもん。どれがどれか絞れない。今ここに、はい、お父さんが連れてきた、はい、ありがた迷惑な方がいますこんにちは。こんにちは。こんにちは。今いるんですけど、眩しい、ちょっと光が、ここに今30代ぐらいかながいます、うん、はい。はい、今言わさせてもらうと、私の隣にいる方の左斜め上だそうです。僕ありがとうございます。はい、僕のりゅうくん、りゅうくん、僕やっぱ狙われてます、ね、狙われてます。今、ニキと波動が似てるな。こんなのあった？いや、似てなかった。ミキが動いてる。ミキ動いてます、うん、あれ、こんな道あった？こんなしねえぞ。いや、でも多分道的には合ってるとは思ってます、うん、まああんまり気にしないけど。さあ、ね、いてあれ灯台だ。道合ってるよ、これ。合ってますか、ね、うん。で、反時計回りに回ってます。あれが東大でしょ、あの気持ち悪いって言ってた、ね、じゃあ道は合ってました。
だけどずっと足が重くなってきたんですけど、僕ちょっとやばいな、足が重いんですけど何やろう、なんか誰かを引きずって歩いてるような気分。りゅうちゃん気をつけてよ、あんた。え？狙われとるぞ、二人とも。完全に。かっちゃんも。うん。騒がしいって。前の僕じゃないですか。でもマイクに帰らないもん、声。ずっと黙っとったら。ああ、うん。はい、灯台がね、今見えてきてます。灯台は、ライトが。見えますかね。あれ光ってる。あれですよ、ね。これカメラに映ってないの。映ってないのこれ。あれじゃないですか。ライトがついてるからとかですか。あ、光ってる。さあ。ここにも誰かが人が歩いてく。シーンがあるんだけど、よう分かりません。なんかたくさんいすぎて分かりません。で、今女の人の声が聞こえてる。だからもうなんかいろんなの声が聞こえてるね。え、また来たんかな、誰か。ボケ探索地。腰が痛くて、僕足が重いんですけども、本当にね、こうやって掴まれて今、はい、重いんですよ、足が上げるの。疲れるんですよ、足が。痛い、足が。見えてはない。もうちょっと、いや、感じてるのよ、今俺が。今、ふっとライトをつったら、白い手が伸びてた、腕が。キャー雨がひどいで帰ろうか。カメラが壊れてしまう。ムイ君に怒られても、弁償しろ。かといって、早く帰るわけでもない。ここが展望台の入り口。だよね、はい。やっぱお父さん来るなっていう。うん、うわ、すげえこれ。うわ、なんだこの空気。なるほど、やべえ。でも、なんか自然と行っちゃいそうになります。気分的に、はい、行くなよ。大丈夫、俺がおるから。うん、これは俺の結界、こんな剣じゃ足りんかもしんねえわ。え、大島レベルどんぐらいですか。レベル3だな。3ですか。うんうん。タラオ処刑場よりかはまだマシ。あ、うん。雨がひどい。すごいですね。すげえ滑るな、石。だから僕、草むらしか歩いてない。なあ。やばいな、なんか後ろが引っ張られる。すげえ重い。後ろめっちゃ感じてますね。だよね、はい、普通だよね、それ。やばいぞ、これ。見てはいけないかな。見てはない。うん、見たくはない、俺も。感じてる。その感じの度合いが違うんだよ。神様にお願いしてないもんね、俺ら。ここ通ったっけ。ここは通ってるはずです。本当。最初の方。うん、最初の方通ってた。
りょうくんもいい加減だからな。あれさっきここ通ったじゃん。さっきは、はい。行くとき来たよね、ここ。行くときは通りました。また戻ってきたわけ、同じ場所に。え、もう出入り、あの、門があるところです。あの、家があるところ。大丈夫ですか？わからんねんって、足が上がらんねんって。重たくて。足は来てないんですけど、上の方に来てるんですよ。うん、だって左上って言われたもん。お父さん、ありがとう。守ってくれるのは嬉しいんだけど、もうちょっと役に立ってほしいな。なんか言ってますよ。ん？なんか言ってます。うん。今、はい、後ろに、女性が2人ついてきてるそうです。あら。で、一個は僕の足を掴んだと。はい。もう一個は、リュウ君の、はい、うん、左肩で、こっちにおびき寄せようとしてるみたい。ですよね。うん。右側にリュウ君を左側に引き寄せようとしてる人がいるっていう。自然とそっちに行っちゃいます。サッカー。うん。行かないように。俺はなぜか知らんけど、海側に行こうとしてるんですよ。お互い離れてる。お互い離れる。お互い良くねえのかな。でも、あ、今消えた。今、あの太い木、うん、黒い影がふっと入ったような気がする。お、来た。どうも、すいません、はい、うん、さっきだけど、うん、すごい、いや、目合わせる方がいい、うん、行こう、よし、OK、 やべえ、今すげえ真っ白で目が真っ暗になってた。ああいうのはもうダメだって絶対に。あ、頭痛くなってきた。どうもお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これでね、2人のおしまいやったっけ。はい、おしまい。大島道中ブラウリー旅終わります。はい、霊視研究家無意休止休止リュウ&カッチャンネル、またねー。またねー。引き上げよ、はい、やべえ、冗談言ってる場合じゃないこれ。